中国茶、黒茶プーアル茶プーアル茶は中華、人民共和国雲南省南部及び南西部を原産地とする中国茶の一種。生茶と熟茶の2種類がある。三茶のプーアル茶茶餅プーアル茶は、雲南省のシーサンパンナ州、プーアル市及び林総市の3つが主な生産エリア。ただし、これらの地域と国境を隣接する、ラオス、ミャンマー、ベトナム、 太陽国にもお茶の老樹が残っており、同様の方法でプーアル茶が生産されている。なお、プーアル市は2007年4月8日にスーマオ市から解明された。加熱によって酸化発酵を緩めた緑茶を麹菌で発酵させる熟茶と経年により熟成させた生茶に大別される。ただし、雲南省においては、旧来の考え方が、 残りプアル茶といえば、生茶を好む向きもある。熟茶と生茶で比較するならば、いわゆる大手の飲料メーカーが買い付けるのは、基本的に色のよく出る熟茶であり、そのため、熟茶を輸出用と考える人もいる。香港、台湾では生茶の需要も多く、日本でもプアル茶の知名度の広がりによって、両者を選んで買う消費者も増えてきている。なお、 生茶の場合、加熱時に完全に酵素が失活していないため、その後天日乾燥をする際に、さらなる酵素発酵が起こると考えられている。残存する酵素発酵を前提としているため、乾燥は必ず天日で行われる。ここで、機械乾燥を行った場合、酵素が完全に失活するため、プーアル茶ではなく、緑茶になってしまう。 あと発酵の方法によって以下の二つに分けることができる。経年熟成により香りが変化するのは生茶であり、それに対してつくづく茶は経年による香りの変化はあまりない。つくづく茶の品質は使用する茶葉と発酵技術の優劣で決まる。菌による発酵時に有機酸が産出され、pH が酸性に偏るため、 それによりお茶の味に変化が生じる。生茶の場合、熟成の進み、具合により、味わいも香りも変化していくが、その変化は、茶葉の置かれた環境により、大きく左右される。なお、貯蔵における変化は、有機物の酸化熟成による、香りの変化と、タンニンなどのポリフェノール類の酸化分解による、舌触りの変化にとどまり、品質そのものは、 元々の茶葉に含まれるミネラルに依存するため、貯蔵期間とは全く関係がない。プーアル茶を特徴づける点は、多くの茶が、老木から作られている点であり、ミネラル濃度が極めて高い。プーアル茶を飲むと血圧が下がり、血液循環が良くなることが知られており、この効果は品質に比例する。ゆえに、プーアル茶を上飲した場合、血液循環の改善から解眠。 お通じの改善、花粉症などのアレルギー体質の改善が見られる。つくづく茶には、脂肪分解作用があると考えられている。また、15年以上熟成させた茶葉を焼く茶とされ、価格もさらに高くなる上、薬効効果が認められている。東代には、南昌の銀製場付近の産地で採れる茶として、中国にも知られていた。中国が雲南を領有した秋代には、 プーアルチャとして広く知られるようになり、新代には、雲南からの新興品に指定され、朝廷でも愛因された、愛神格羅富義も愛好したという。しかし、文化大革命によってその手間のかかる製造方法が、もう卓東思想にそぐわないと否定され、一時は中国本土での生産が断絶するほどであった。この時、多くのプーアルチャが、香港、 台湾に持ち出されており、現在もヴィンテージものと呼ばれるプーアル茶の多くは台湾に存在している。現在では中国でも生産が再開されており、東南アジア、欧米、日本などにも輸出されている。近年、プーアル茶の生産が中国国営企業の手を離れて、極めて高品質な茶葉が個人単位でも生産されるようになった。そうしたプーアル茶を、 将来の熟成を見越し、投資目的に購入する愛好家も少なくない。また、生産者が新茶のうちに飲んでほしいとするものもあるが、これは茶葉の栽培技術や生産技術が従来のものと異なるため、熟成が進むとどのような味わいになるのかが未知数であるためでもある。そうした茶葉が、 年数を重ねて熟成した時どのようになるか、その結果が出るまで、まだまだ長い時間を要する。また、プーアルチャの愛飲者が増加してきたこと、特に近年、大韓民国での消費量が格段に増えたこともあり、値上がりする傾向にある。2006年頃より、投機対象として、高値で、取引されることの多かった高級プーアルチャ市場が、バブルの様相を呈したが、 2008年に入って暴落し多くの投資家たちが撤退した。価格は前世紀の1、10から半分に落ち着き2005年の水準に戻った。2012年、プーアルの伝統的茶農業として雲南省の産地が国連食糧農業機関の世界重要農業遺産システムに登録された。ありがとうございます。